9ブラックアルプスはイングランドマンチェスター出身のオルタナティブロックバンド。2003年結成。2005年にリリースしたデビューアルバムエブリシングイズで一躍有名となり、2007年にセカンドアルバムラブ・ヘイトを発表した後、所属していたアイランドレコードを脱退。その後はインディーズでの活動を行い、2009年にはサードアルバム ロックドアウトフロムジーイン o m t h をリリース。2011年、ベーシストのマーティン・コーエンが、ソロ活動に従事するためにバンドを脱退。彼の脱退に伴って、カール・アストバリーが新しく加入。2012年10月、メンバー自身で、レコーディングから、プロデュース、ミキシングに至るまで全てを手掛けた、サイレンスをリリース。バンド名は、詩人シルビアプラスの執筆した、詩。 ザ・クリアーズの一文から引用したもの。UK グランジの大本命ナインブラックアルプスが最新ホースアルバム、サイレンスでカムバック。バンドの顔イコール、サム・フォレストの貴重なロングインタビューは出読。ケティック時代に口ひげを生やすウェブマガジン、ケティツク・ハット・エイ・ビー・ロバーツ、デビット、ブリティッシュヒット・シングルスアルバムス、ロンドン。 ギネスワールドレコーズリミテッド P394ISBN1 から90万4994から10から5チャートログ UKNW で2009年9月17日閲覧ありがとうございます